大名道具って言われる虎徹は憧れだったんだ。その虎徹がたまたま二振り近藤さんとこで出会った。怪我をしたいんだ。今は40人を超える人数だがな、1年半前はこの9人だった。沖田総司、井上源三郎。近藤さん無事かい？2階が危ない。お前ら2階行け。